宮廷女官チャングムの誓いで主役を演じたイ・ヨンエさん、韓国を代表する映画やテレビに出演してきた韓国の国民的女優です。しかしめったにインタビューに応じないため、その素顔は意外に知られていません。ヨンエさんは女優としてどんな道を歩んできたのか伺いました。 T シャツでね、ラフな感じでいらっしゃるなんて思ってなくてびっくりしましたけど、普段はいつもこういう格好でいらっしゃるんですか？특별히유행은타는편은아니고요그리고그렇게뭐유행을기준으로생각한다면제가옷을잘입는편은못돼요근데저는그냥제가좋아하는스타일그냥일상생활에서는그냥편한스타일왜냐하면영화나뭐그밖에드라마촬영할때는조금캐릭터에맞는여러가지옷을입으니까평상시에는그냥편한거제일좋아해요예私は好奇心が旺盛で曲がったことが大嫌いな子供でした。そういう点ではチャングムに似ているかもしれません。私には二人の兄がいます。ですから家の中で静かにお人形遊びをするよりも兄たちと一緒に特にプロレスごっこに夢中でしたね。ずっつき母がヨンエのおでこはこんなに出てたのに毎日頭突きばかりしていたから引っ込んだのよってよく冗談半分に言っていました。でも実は本当に母の言う通りかもしれないなって思っているんですよ。その頃の私は誰にでも頭突きをしていましたからね。親戚や近所の子たちが嫌がって家に遊びに来なくなってしまったほどなんです。女性であれば誰でも一度は女優という職業に憧れますよね。私もその一人に過ぎませんでした。私は大学生の時にモデルにスカウトされて化粧品のコマーシャルに出演しました。それがきっかけで女優になったのですが、決して自分から望んでなったわけではありません。今振り返ってみると見えない運命の糸で結ばれていたのかななんて思いますね。こんな立派なコピーなかなかいただけないでしょう。本当にありがたいことです。いまだに酸素のような女って言われますが、都合のいいところも悪いところもありますね。でもできるだけ肯定的に捉えて酸素のような女性になってみようって思っています。そうすれば自然と自分が磨かれてきっと素敵な女性になれるだろうなって思うんですよ。映画の撮影中はいつも小説を読んで想像力を膨らませます。春の日は過ぎゆくという映画を撮っていた時に男女の微妙な感情を表現するのに読んだ本が江國香織さんの冷静と情熱の間でした。人を愛する気持ちというのは日本でも韓国でも変わりはないと思います。そのことがよくわかりました。宮崎駿監督の作品はほとんど見ています。アニメも好きなんですよ。最近見た作品では千と千尋の神隠しが良かったですね。昔の作品では天空の城ラピュタが面白かったです。宮崎監督がお作りになるものはどれもヒューマニズムが強く打ち出されていてテーマが素晴らしいと思います。面白そうですね。ぜひやってみたいです。というのも作品にはその監督の性格や人生がにじみ出るものですよね。あんなに温かくて人間味あるアニメーションを作る監督はご本人もきっと心の温かい方に違いないと思うんです。香港に行く前は
サイン会に誰も来なかったらどうしようと心配していました。だからあんなにも大勢の人が私を歓迎してくれて本当に驚きました。例えば周りの人たちに囃し立てられて私が風船のように高く舞い上がった時に針で人差しされれば破裂してしまうじゃないですか。芸能界はそういうところです。固い言い方ですが群衆の中の孤独とでも言いましょうか。こんな時こそ身を引き締める姿勢が必要だと思います。今ヨンエさんは7月下旬に韓国で公開される映画の追い込みに入っています。今回の映画もチャングムも復讐の物語ですね。チャングムを演じていて嬉しかったのは男女とも幅広い年齢の方たちが見てくださったことです。とてもやりがいがありました。でもドラマというジャンルには時間など制約が多くて何度もやり直すことができませんでした。親切なクムジャさんの撮影では絶対に妥協しないと決めていました。パクチャヌク監督と時間をかけて完璧な作品を作りたいという気持ちが強かったのです。今回の映画をご覧になれば皆さん大変驚くと思います。衝撃的な場面が多いからです。清純なイメージの私が好きだというファンをがっかりさせてしまうかもしれません。でも女優として脱皮するチャンスでもあります。今までのイメージを取るか、それを捨てて新しい可能性にかけてみるか葛藤がありました。私のことをチャングムとしてだけでなく女優として見てくだされば、チャングムを応援してくださった日本の方も、そしてアジアの方々もきっと理解してくださると思い、思い切って挑戦したのです。女優として人間を愛することだと思います。どんな人に対しても愛情を持って温かい心で接すれば相手のことを正しく理解できるようになるのです。それは映画の撮影現場でも同じです。温かい眼差しを持っていれば演技に生かせる何かを吸収できるのではないでしょうか。私は40度を超えるアフリカのサハラ砂漠で2ヶ月間映画の撮影をしたことがあります。食べるものが満足になく苦しい生活をしている人たちに接して世の中をもっと広く深く見るようになりました。この時初めて包容力とは何かということが分かったような気がします。それが私の演技の幅を広げてくれることにつながったのです。一つ例を挙げるとすればそういうことですね。インタビューの最後に日本のファンに向けてメッセージを書いてもらいました。説明しますね。私は世の中で何より大事なのは愛だと思います。これは男女の愛はもちろんですが、私にとっては女優の仕事もそうです。つまりお互いに関心を持つことです。お互いに関心を持てば気持ちよく働けるし、戦争だってなくなるかもなんて考えたりします。それにいつもこんな風に微笑んでいたら必ず夢は叶うはずです。